いたいたいたぞ、俺。キリュウじゃねえよ、この野郎。紛らわしいなりしてんじゃねえ。キリュウじゃねえ。こいつ見たらすぐに知らせろ。いいな。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん、課長。てめえ、ほら、なんとか言えよ。なめてんのか。悪かった、大丈夫か。それで済むと思ってんのか。ほら、あの、もしかして桐生さん。やっぱり桐生さん。レーナ、ちょっとどうしたの？血が出てる。怪我してるの？大丈夫？ああ、大した怪我じゃねえ。何があったの？いいんだ、何でもない。それよりも言ってくれ。あんたも俺と一緒にいるとまずいことになる。分かってる。堂島組に追われてるのね。ああ、だったらうちの店に来て。行くとこないんでしょ？ダメだ、あんたに迷惑がかかる。俺のことはほっといてくれ。そんなこと気にしないで。ほっとけない。錦山君の兄弟分を見捨てるなんて。バイスとはもう兄弟の縁を切った。え？あんたも俺に構うな。巻き添えにしたくない。そんな風に言われて引っ込めると思う？あんまり舐めないで。来ないんだったら今ここで大声あげる。本気よ。こんなとこにいればすぐ見つかる。お願いだから、これ以上時間かけさせないで。いい？私は先に行って店を閉めるから、桐生さんは少ししたら後から来て。目立たないように裏口から入るといいわ。
ああ。それじゃあ後で。必ずよ。レーナ、すまない。謝るのはそれで最後にしてね。ちゃんと来てくれたのね、キリュウさん。あまり長いはしない。橘って男から連絡が来るまでだ。それまでの間、頼む。もちろん。座って。とにかく頭の傷、手当てしなきゃ。レーナ、今錦がどうしてるか知ってるか。風間組の事務所に詰めているみたい。さっきも出入りしているの見かけた。なんだかすごく怖い顔してたけど。そうか、ならよかった。傷そこまで深くはないみたい。消毒だけするわ。ああ、さっき桐生さん、錦山君と兄弟の縁を切ったって言ってたよね。それって彼を巻き込みたくないからなんでしょ。今の俺は堂島組全員に追われてる。あいつはもう俺と関わらない方がいい。そんなことだと思った。結局あなたたちってお互いを自分の身以上に思ってる。錦山君はうちに来るとき、いつもあなたのことを楽しそうに話してた。私にはそんな仲間がいないからすごく羨ましい。何にしても俺はこれ以上あいつの荷物になりたくねえ。もう兄弟を苦しめたくない。あのね、キリュウさん、一応知らせとくけど、あなたのこと警察も探してる。今日この店に刑事が来て、あなたに話が聞きたいって。心当たりある？ああ、どうやら時間切れってことらしい。時間切れ？どういうこと？俺には殺しの濡れ衣が着せられてる。殻の一つぼに出た死体の件でな。それを橘が殺に手を回して俺への捜査を抑えてくれてたんだ。その猶予が切れた。でも濡れ衣っていうことは。ああ、俺は殺してない。はめられたんだ。キリュウさん、誰か来る。今の時間もうエレベーターは動かないはずなのに。奥の部屋に隠れて。堂島組をなめんじゃないよ、姉ちゃん。おら、出てこいや、キリュウ。この店はずっと張ってたんだよ、バカが。こそこそ隠れてんじゃねえぞ、おら。キリュウさん、ダメ、逃げて。やっぱり嫌がった。おい、応援呼んでこい、全員だ。へい。すまねえ、レイナ。やっぱり俺はここに来ちゃいけなかった。キリュウさん、もうてめえの居場所はどこにもねえんだよ、キリュウ。
キリュウさん。店荒らしてすまなかった、レイナ。全部俺のせいだ。すぐにこいつらの仲間が集まってくる。もう行かねえと。待って、警察を呼ぶ。逮捕されるかもしれないけど、それでも警察員なら殺されない。無駄だ。ヤクザがここまでやるからには、サツが来たとこで引きはしない。俺を始末するまではな。そんな、誰か他に助けはいないの？いれば、あんたにも迷惑かけずに済んだ。迷惑だなんて。じゃあ、迷惑ついでに一つ頼まれてくれるか。え？こいつを錦に渡してほしい。これは？それを渡してこう伝えてくれ。俺のために復讐するのだけはやめろと。組に逆らえば、あいつは俺の二の舞になる。キリュウさん、キリュウさん。もう逃げらんねえぞ、キリュウ。ああ、だがこんだけ道連れがいりゃ寂しい思いしないです。バカな、まだまだ駆けつけてくる。どうあがいても地獄見んのはてめえだけだ。おら、ぶっ殺せ。てやろだ。マジかよ。兄弟頑固なやつだな、おめえ。いつかこうなることは分かってたはずだろ。だがもう脅しじゃ済まなくなっちまって。アバノ、橘の居所は後でじっくりお前の体に聞く。そいつはいたとこで死んでもらうことに変わりはねえがな。兄弟、手柄はてめえにくれてやる。だがこいつは俺がやるぜ。キリュウ、おめえが変わった橘はどうしてんだろうな。ここんとこばったり姿消しちまったら、連中おめえを見捨てたってわけだ。風間の頭もおめえを見殺しにする気でいい。報われねえな、今時の仁義ってやつはよ。橘は
必ず殻の一つぼを手に入れる。そうなりゃあんたらもまずいことになる。俺はどんな目に遭おうが橘の居所は吐く気はねえ。今ここで追い詰められてんのは俺だけか。知ったふうな口聞くんじゃねえぞ若造へ。任せとけ兄弟、俺がすぐに黙らしてやる。たっぷり楽しましてもらうぜ。キャリア！この野郎！まだ終わっちゃいねえんだ。よこせよ、おら！おい、誰だ！もう見せろ、ぶちまけろ！なんだ桐生さん、乗って。立花、早く。遅くなりました桐生さん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。逃がせろおめえら。クソだ。堂島組の締め付けでうちの情報網も動きが鈍っていましてね。なかなかあなたの状況がつかめず、小田さんに知らせる暇もありませんでした。おかげで自分で慣れない運転をする羽目に。あんたにも苦手なもんがあったんだな。苦手というか、いわゆるペーパードライバーっていうやつです。緊張した。おかげで助かった。あんたが来なけりゃ俺はあそこで終わっていた。俺は甘かった。自分はもっと強い人間だと思ってたんだ。だからどんなに突っ走ったところでそのケツは全部自分で取れるつもりでいた。それが今じゃ俺が近くにいるだけで周りの人間が危険にさらされる。俺を守ろうとしてくれた人たちがだ。セレナのママ、風間のおやっさん、錦、それにあんたも。結局俺はたくさんの人間に守られていただけだった。それに気づかずにいたツケが今になって回ってきたらしい。
カだった。私があなたならそんなことは気にしません。私はね、桐生さん、自分の周りにいる人間は全て利用すればいいと思っています。私の育ってきた環境では誰もがそうしていました。そうでなければ生き残れないし、のし上がっていくこともできません。金でも何でも使っていかに周りの人間を利用するかだけを考えるんです。これはあなたのようなアマちゃんには遠い世界の話でしょうけどね。ならさっき俺を助けに来たのも俺を利用するためってことか。そうなりますね。あんた何が言いたいんだ。私は人を利用してきた結果として金と力を持つようになりました。どうも私にはその方面の才能があったようです。ただしあなたと違って私には私のために命を張るような仲間はいません。私の周りにいる人間もまた私のことを利用しているだけです。あなたが自分をバカと言うなら私もいくらか、そんなバカになりたかったと思います。立花、あなたを守ってくれる人たちはあなたが自分の損得で動く人間でないことを知っている。その上、あなたは一度こうと決めた相手をバカみたいに命がけで信じることができる。そんな人間は特に今みたいな時代めったにいるもんじゃありません。残念ながら私はまだあなたのために自分の命までは張れません。ただあなたを信じて私の命を託すことはできます。立花今のはシラフで言うことじゃなかったかもしれませんね。よかったら一杯おごる。後にしましょう。この車はここで乗り捨てます。あの車は敵じゃありません。織田、この町にもわずかですが登場界の力が及ばない場所があります。これからそこへご案内します。どうかしたのか。おい橘、社長、しっかりしてください。社長